左がランキング1位井上尚弥、右がランキング2位フィリピンの。第1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブフィリピンのヘルですけれども、はい、やっぱそこを、ね、積極的に攻めて自分のペースに持っていくのがやっぱ井上の良さなので、はい、やっぱどん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 攻めていってほしいですね。そして西岡さん、はい、前回の戦いでこの井上はちょっと気持ちが高ぶりすぎて軽く左を出してくるマンショーです。さあ西岡さん、ナイスフックですね。フィリピンの選手の戦い方、何か西岡さん特徴というのはあるんでしょうか。さあ川島さん、はい、このまず井上がどんな立ち上がりを見せるか、どういうところを期待するか。振り回して一発一発しっかり打ってくるっていうのが特徴。ナイス、1戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話をしていた井上尚弥です。ちょっとここはロープを背負っています。今も振り回してきましたね、相手は。聞いてますね、聞いてますね。あ、ここで聞いている。さあ前に出た井上が、前に出た。左で崩して右をというテーマを話している井上です。左フック効きましたね。そうですね、ナイスパンチ。まだ1分間です。今度は左、ランキング2位フィリピンのマンション追い込むか。そうですね、井上、はい、さあ第1ラウンド、あるいはいきなり第1ラウンドでいきなり、いきなり効きましたね。さらに右、あ、マシに来てますよ。今日は打ち抜く右というのも話していた赤いグローブ怪物井上尚弥です。聞いてます。さあ第1ラウンド、ノックアウトシーンがあるかもしれません。ディフェンスして攻撃、はい、ここも左から右、そして左ボディ右、出てくる相手に右回していきます。石岡さん、はい、左右のコンビネーションこれ完璧なんじゃないですか、ここまで。いや、前回の試合よりだいぶ。さあ世界への前哨戦、うん、よく見えてますね。相手の攻撃もしっかりとブロックして、そして自分のパンチを出してきます。右だ、さらに試合が楽しみでしょうがない、そう話していた井上の、その右のパンチ、さらには左のフックボディ、ここはアッパーを見せます。左を重ねる井上尚弥です。ここも右、左から右、うん、ここは続ける。ここで第1ラウンドが始まりました。1ラウンド立ち上がりから井上が完全にペースを掴んで、そしてパンチを決定戦です。大振りできた、あ、ショートの右を合わせます。そして右、入れ替え、左、あれ重ねています。ここは左、そして右。さあマンシオはどういう形でここは押し返して、今タイトルをデビュー4戦目で取りました。23年ぶりの快挙を達成した井上、そしてデビュー5戦目はこの王者1位、そして2位がこのフィリピンのマンシオです。圧倒的な力差を今井上が、ここは右を出してきました。マンシオここまで打ち分けてくると、これはマンシオも対応できないかもしれません。右のバックステップちょっと距離を空けて、そこの、はい、引き際を打つんですよね、こういう感じ、そうですね、はい、そして右のボディだという指示をこの第2ラウンド出してますね、はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。左振り、出ると的確に、的確ですね、しっかりとパンチを出してきます、そしてそのパンチがヒットします。今日はボディという良さもこう今日は井上見せてますよね。上下の打ち分けもいいですし、あと、はい、その先ほど川島さん言われたようにフットワークがですね、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が、最初のポイント井上尚弥、マンションは立ち上がれるか。マンション立ち上がります。さあ井上右だ、ここで試合を決めに来るか。マンションニュートラルコーナーに追い込む、ガードメーカーの右、尚弥コール、両国国技館、あーっと抜けてた、それに対して右を返す、さらに左、マンシオもここを打ち返してきます。これがフィリピンの強豪、ランキング2位のマンシオ、ここで第2ラウンドが終了しています。5ラウンドやはり来ましたね、このボディが効きましたね、その前のね、はい、川島さん、はい、第3ラウンドが始まりました。してますよ、はい、ただここからマンションがどれだけね、タイトルの執念を燃やしてくるのかっていうのは、そうですね、今回は自分の成功、そして家族のために戦うと話す、しっかり流れを作って中盤 KO という、そんな自分の理想があると話しました。ただ西岡さん、はい、中盤まで行かないかもしれない、ヘルソン、ここに、あ、ただちょっと川島さん、はい、怖い右というのがこのマンションありそうですね、はい、来ましたよ。さあただ今の左のボディ、ボディです。そして右、井上尚弥相手を見つめる、今度はマンションのボディだ、左のボディ、さらに井上が返していきます。そうですね、思いっきり振ってきますからね。そうですね、また結構あのフィリピンの選手って伸びてきますからね、パンチが、
避けたと思ったら食らってるっていうところもここはやっぱりね、こうしっかりガードして避けて取り、今日テーマに話したその右が第2ラウンドでダウンを取りました。そしてこの第3ラウンドもしっかり左から戦います。ここもそうできた、接近戦からボディ狙ってましたね、一人で隙を狙ってそこを打ちましたね、さあ満昇が下がり始めた、満昇からそして動きながら左を出します。井上尚弥今日はあえて接近戦も交えて、そしてこの満昇戦第4戦日本タイトル戦はチャンピオン田口とその手前の前に判定決着になりました。井上尚弥です。今日はあのボディ効いてますね。残りはあとは1分10秒、あここで井上ここでパンチまとめたいですね、あもうボディ相当効いてますね、ダメージが蓄積されます。さあ今日というのが西岡さん、はい、攻撃のその切り替えがいいんですよね、非常に早いですよね、調整中非常にタフなんで、はい、じわりじわり攻めていってますよね。そうですね、ここもガードがいいですね、このだけガードをしっかりされたらなかなかもらわないですね、はい、接近戦からそして少し距離を取るか、じわりじわりダメージを与えて、そして10円という、そのゲートを受けた、その左一手効いてますね、難所は触る、あとは時間、このラウンド残り時間はほとんどない、満州は耐えられるか、ここで第3ラウンド先、全てのパンチが素晴らしい内容で井上尚弥が満州を圧倒しています。おお、ナイスパンチ、ここも合わせます、そして左右、さらに左を重ねるか、ただ満州もここは引きませんでした。ああ世界マーク井上が距離を取ってみた、おすごいアッパーですね、あ目ちょっと痛がってますね、さらに右のストレート、西岡さん、はい、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けている、そんな感じが井上からしますけれども、つながるその自信をつけたい、そう話していた、はい、と話しています。中コーナーサリアナウンサーです。さあそのフィニッシュシーン、この接近戦も使います、そして距離も取ります、ステップも使います、そして左も右も様々なパッション、宮田さん、はい、その赤コーナー井上サイドなんですが、お父さんの慎吾トレーナーもですね、かなり手応えを感じてますね、はい、東洋太平洋のベルトがかかります。この大きな舞台で井上尚弥がさらなる進化を全くもらいません。体を流したところちょっと狙いたいですよね、はい、いつもの得意のパターンですね、タフでガードも硬いので、下からやっぱり弱らせていきたいですね、もっともっと、はい、さあまずはそして左です、はい、まず一つ井上尚弥にとっては左、そしてその左からの右、追い詰めるというシーンも西岡さんありましたからね、はい、やはり打ち続けることでね、マンショー左目のあたりを切っている、もっとのボディも交えた攻めを出せるか、そして本人の中では一つ今回見せられるのは打ち抜く右、はい、その右の井上のパンチのダメージがマンショーの、マンショーの内容によっては次世界と、そんな言葉をしています、ね、話しています、ね、はい、世界に行ける内容ですよこれは、そうですね、うん、ノックアウトというシーンがあるか、第2ラウンドでダウンを奪っている井上の攻めというふうにマンショーが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、威力がなくなってきた、西岡さん、はい、それだけ井上尚弥がダメージを与えていると、うん、このラウンド出てきましたね、マンショーが出てきました、第4ラウンド終了、大きくジャッジが井上がさ巻いてた、井上尚弥が巻いてる、どんどん攻めてる、さらに出せるか、倒れるまで、もう足もちょっと定まらない、ここでさあ右出てきたところにうまく右を合わせます、効いた、ここでまとめる、来た、ストップ、さらに右が出る、ランチを下がらせる、井上尚弥世界に向けこのラウンド3ダッシュを固める、ここでウィーが試合を止めました。今東洋太平洋新チャンピオンとコールされました井上尚弥。